では聖書を開きましょう。聖書はですね、今日からですね、先週ガラテヤ書終わりましたので、旧約聖書の画家ですね、これをしばらく、まあ、シリーズで学べたらなと思いますね。旧約聖書画家一章の一節から四節までですね。私は奇数節読みますので、皆さん偶数節を読みください。旧約聖書画家一章一節、ソロモンの画家。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛は不動酒よりも心よく、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう、それで乙女らはあなたを愛しています。私を引き寄せてください。私はあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛を不動酒に勝って受け入れ、真心からあなたを愛しています。はいね、まあ、今年は年初から、まあ、昨年来のですね、ディスペンセーション問題なんかを背景に、まあ、ヘブル書を学び、ね、さらにまあガラテー書を続いて学ぶ中でですね、まあ、特に、まあ、この安保法案などを念頭に、まあ、ガラテー書の後半は少し、学びました。まあ、次に、まあ、どこを学ぼうかなと思って、まあ、祈っておったんですけども、まあ、私のですね、まあ、念頭の一つにあったのはですね、この、まあまあ、慰安婦問題といいますかね、いうことが、まあ、念頭、まあ、そのことをまたクリスチャンとしてね、牧師として教会として考えていかないといけない事柄だなと思いながら、いろいろたくさんの本を、まあ、読んでおるわけですけども、まあその中で一つ、まあ教えられたことはですね、その根本にやはりこう、まあ、性の問題があるというね、でこの問題をですね、本当にこうもう一度、まあ、聖書の光の中で、まあ、考えてい、く必要があるんじゃないかなということで、まあ、聖書を開いておったわけですけども、まあこの問題ですね、一番こう正面から取り組んでいる、まあ、書物が、まあ、ソロモンの画家であるということですね。まあこの、まあ、聖書の中にはですね、まあ、男女の問題ね、そしてまたお性の問題、結婚の問題とかね、まあそういうことが取り扱われておりますけれども、まあ創世記の最初にはですね、一章の28節に、この神は人、神の形に作られた、ね、そして、男と女に作られたね、もう聖書は最初から男女の問題、人間関係っていうのはまあ男女の関係であるというね、そしてまあ男と女がですね、本当にこう互いを、まあ、助け合い、ね、愛し合い、支え合い、ね、そしてまあ心とだけじゃなしに体をも持ってね、お互いの必要を、まあ、満たし合うというね、
で創世記一章31節にはですね、まあその性を含むですね、神様の作られた全てのものはですね、はなはだ良いものであったとね、いうことが書かれておるわけですね。まあ本当にまあ神様の祝福をね、神様の愛を味わうようにこの非造物性が作られ、非造物としての人間が作られ、男と女が作られ、そして、この性の問題もですね、そこに賜物としてね与えられたというね、恵みとして与えられたね。そしてまあ創世記まあ2章の24節25節にはですね、この2人はですね、この血とは離れてね、一心同体となるね、いうことがですね書かれているね、私の骨の骨、私の肉の肉というね、そういうまあ一体性ですよね。でこのまああの男女のまあ体制といいますか、この水平の関係というかね、でこれがですね、いろいろまあ仲介書をいろいろ読んでおりますとですね、この創世記の男女のですねついてのですね教えの仲介書が画家であるとね、でこういうふうにまあ大胆にまあ解説しているまあ仲介書いくつかありまして、本当にまあそうだなというか、まあエデンの園ではですね、彼らは裸であったらね、お互いに恥ずかしいと思わなかったと書いてありますけども、この画家でもですね、本当にまあ、これは中東にあったですね、男女のまあ、恋愛かね、恋愛史ね、そういうまあ、まあ、詩ですよね、恋愛の歌ね、この男性と女性がですね、若者と美しい乙女がですね愛し合って、そして、このどう言いますか、深い、交わりの中にね、このお互い引き付けられ合って、まあ、入っていくというね、それがですね本当に、まあ、素晴らしい神様の祝福の中にあるものだとね。中東の周辺にあるですね恋愛の中にはですね、まあ、非常にこう乱れたものもありますしですね、同時にまたこう宗教に関連したら、まあ、北条心というか、何と言いますか、男性心女性心とかね、いうような形でこう歪んだね、そういうまあいたら男女理解みたいなものがそこにあってですね、まあ、不貧困とか不道徳とかがですねそこに満ち溢れているという、そういうことがあるんですけども、まあ、画家を読むとですね本当にまあいやこう透き通ったまあ男女のね純粋な愛といいますか、しかしですね何かこうそういう健全なまあ性欲といいますか、男女の惹かれ合うまあ力といいますかね、そういうまあ魅力というものはね、決して何かこう不道徳なものとしてこの規制されたりですね、あるいは蔑まされたりですね、何かこう罪深いものとしてね扱われていないね、いうことですよね。本当にまあそういう面で創世記のね一章二章の仲介書であると、で画家はね、本当にまあ男性若者と若い乙女がですねお互いの裸の描写をしてですね、そしてそれが互いに美しい、肌肌良かったね、そういうまた創世記のメロディーをね、響かせているというね、でそこにやっぱりものすごい神様の祝福としての、まあ、男女の、まあ、セクシャリティといいますかね、そういうようなものが与えられているんだというね、このメッセージをですね、この解き明かすためにですね、この聖典と言われる、神の言葉と言われる聖書の中にですね、本当にこう、画家がですね、収められているというね、まあ、ユダヤ教と、まあ、アキバという、まあ、学者はですね、これ、まあ、
近1000年ぐらいの人ですかね。まあそのね、聖書の中にはね、キングオブキングス、王の王、ね、主の主、ローズオブローズ、ね、そしてまたホーリーオブホーリーズ、ね、これはまあ清いものの中の最高のまあ清さ、ね、至聖所、ね、秋葉という人は画家はですね、聖書の中の至聖所であるというね、ソングオブソングス、歌の中で最も美しい歌、ね、深遠な歌、神様のですね、この身思いをこもって、ね、このね、神の形に似せて男と女が作られて、そして一心同体となる、ね、そしてだから裸であったけども恥ずかしい思わなかったという創世記のですね、その記事の解け方として画家が、ね、本当にそういう水平の男女の恋愛のね、この美しさ、ね、素晴らしさ、ね、そういう、まあ、神様の祝福として、ね、聖夜、ね、そういうものが描かれている、ね、それはですね、この水平の関係がまたですね、もともとは水平の、ね、神様の形が人間の男女の中に交わりの中に反映されて三位一体の交わり、で同時にこの画家のですね、そういう交わりのですね、この至聖所のようなね、そういうこの祝福としての、まあ、聖夜、これがですね、私たちと神様との関係にまたですね、還元されるというね、そういう形で、まあ、偶話的解釈というのがね、随分発達しましてですね、本当にこう、画家で描かれている若者と若い乙女、ね、これは、主なる神と、ね、イスラエルの民であるというね、解釈がユダヤ教の中で随分発達しました。でまたキリスト教会の中ではですね、それを受け継いでですね、これはですね、若者はキリストである、ね、そしてこの若い乙女はこの信仰者花嫁である、ね、教会でありクリスチャンたちであるというね、そういうまあ解釈が本当にこう過去ではまあニッサン・グレゴリオとかね、クレルボーのそれからまあオリゲネスとかですね、まあ、まあいろんなまあ神学者たちのね、まあ仲介書の中でですね、随分まあ解き明かされてですね、まああの最も仲介書が多い、まあ言ったら書物の一つと言われるんですね、画家というのはね、そういう面で本当にこうあの、いや今まで私も画家をですね、まあそういうことですね、本当にこう画家というのはね、まあ、素晴らしいこの霊的なメッセージ、ね、に溢れているというか、このそういうこの人間のですね、扱いによってはですね、まあ、戦争中なんかは、まあ、慰安婦とかね、いうような形でまあまあ、いろんな戦争の中でそういう事柄は あったようですけども、まあ、特に日本のですね、まあ、朝鮮半島支配、そしてまた日中戦争の中でですね、まあ、そういう、まあ、事柄があったということでね、私はまあこのことをまあ考えるときにね、ある人はですね、そういう女性をですね、そういうふうに扱うということはね、この戦争における、まあ、殺人ということがありますけれども、同時に、まあ、女性にとってはですね、この魂の殺人であるというね、いうふうに、まあ、言われるぐらいのですね、何か地獄のような拷問といいますかね、一日にかなりの数の、まあ、男性を相手にしなければならない、そこから逃れられないように、まあ、扱われているという点でね、本当に、まあ、悲惨な出来事であったなと、まあ、そういう面でこう、まあ、この問題、まあ、どこまで扱えるかわからないんですけども、どちらにしてもこの私たちは画家で見る、聖書で見る聖愛の世界というのはですね、本当にこう、まあ、光の世界というかね、神様の祝福の世界、賜物の世界、ね、汚れなき世界というね、そういう感じがするんですけど、まあ、
このように目を向けるとですね、本当にまあそういう犯罪はまあ歴史の中で消えたことがないしね、まだまだ日本でもですね、こういうまあ犯罪はですね軽く扱われていて、まあそのまあ重罪化ということがね今話し合われているとのことですけどね、アメリカなんかの様子を見るとですね、殺人に次ぐ犯罪としてまあこういうまあ強姦事件なんかがね、罪の重さが扱われているように思うんですね。まあそういう面でこうあの日本のですね、日本人の日本の社会でのですねこういう問題のまあ意識というのはねまだまだ、まああのまあ、貧しいんじゃないかなというかね、思いますね、まあどちらにしてもこうまあいろんな角度ですね、目を配りながら、まあ、画家そしてまた聖書全体からそしてまあこの歴史的今日の状況へのメッセージというかね、そういうのを目配りしながらあの少しずつ教えられたいと思うんですね、まあ、ソロモンの画家一章一節ね、このように書いて、まあ、あのまあソロモンが書いたかどうかというのはね、まあ、これはわからないことのようですけども、ソロモンに捧げられた画家ともね受け止められるという人もおりますね、まあ、ソロモンというのはね、まあ、その言葉のですね源はですね、シャロームというね語源だそうですね、この平和の建設者ね、平和の愛好家というね、そういうまあ感じがしますね。まあ私はまあそういうことを思うとですね、何かこうこのまあ東アジア中心、また東南アジア、南アジア全部含めてね、本当にまあ、シャローム、ね、シャローム、平和というものがね、方向にね、導かれていったらいいなと思うんです。ヨーロッパもずっとまあ、国同士でね、喧嘩、まあ戦争歴史を、第二次世界大戦、第二次世界大戦でやってきましたけども、本当にこう、と言いますか、シャロームの地域としてね、何かこう画家の中にもまたメッセージがあるんじゃないかなというか、本当にまああの水平のまあこういう男女の美しいまあ深い関係ね、それがまたこう垂直の中に反映されまたねそれが差し戻されてねこの水平のこのアジア全地域にね戻っていくような。何かそういうこう流れがねあるように思うんですね。一章二節ね、あの方が私に口づけしてくださったらよいのね、感じでこの若い乙女のね、非常に大胆なあの呼びかけからね願いから、まあ、この文章が始まっているというね、非常にまあ積極的ね、激しい愛ね、熱情というものがね、そこに、まあ、若者と若い乙女の間にはですね、ね、本当に、ここにはですね、男尊女卑もなければですね、本当にこう、あの、女性の側からのですね、積極的なアプローチといいますかね、そういうようなものが感じられるんですね。まあ、これはですね、霊的に、まあ、解釈した、解説にはですね、本当にまあこの神様とですね信仰者の関係というのはですね、この若者と若い乙女のですねそのこの熱情的な恋愛のようなですね、この熱情といいますか信仰というのはですね、そういうまあ言ったらあの領域のあるものなんだというね。神様と私たちがですね、何かこう、宗教として、なんか冷たい何か教理としてとかね、そうじゃない、もっと激しい何かね、神様に対する愛、そしてまた恋焦がれるようなね、思い、そしてまた、神様はですね、この、ね、妬む神であるとね、いうふうに言われますけど、本当にですね、この、そういうこの激しいね、
この愛をね注いでくださる、独り子を賜うほどのね愛を注いでくださるね、そういうまあ、あの愛ね、いうものをですね、感じさせるものですね。あなたの愛はブドウ酒よりも心よくね、あなたの香油の香りをかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のようね、それで乙女らはあなたを愛していますとね、本当にまあ、まあ、香油自体ではですね、あまりこう香りがないそうですけども、そこに香料がね混ぜ合わされて、本当にこうかぐわしいね香りが長く放たれるね。そしてこの祭司とかね王様に注がれる油のようにね、本当にですねその油がですね、この祝福となってね、流れるというね、そしてこう深くこうお互いの心のね魂の奥底にねこう浸透していくね、そういうまあ描写ですよね。本当にまあ男女のその恋愛というものをね、描くというのはまあ論理的に描くこと難しいもの、こうイメージとしてね、そしてこの絵画のようにね、またポエムとしてねこのようにまあ象徴的に描かれていることはね、素晴らしいと思いますね。一章四節ね、私を引き寄せてくださいとね、本当に神様は私たちをこのねこの十字架の食材の愛でねこの引き寄せてくださる方であるね、私たちはあなたの後から急いでまいりますとね、神様の後にですね、この食材の許しに導かれてね、この導かれていくね、王は私を奥の間に連れて帰りましたね、この奥の間っていうのはまあ寝室であろうと言われていますけども、まあね、この愛する若者ね、まあ王とね、この描写しているね、そういうまあそしてまたこの愛される乙女はですね、そういう王女のようにね何かこう扱われるね、そしてまあこのそこでですね、このお互い深く愛し合っているものはですね、この魂だけでなしですね体をも持ってね、エデンの園のようにね、この喜び楽しみ喜びね、そして褒めたたえ、そして真心からね、愛し合うというね、そういうまあこの修復の世界がまあ描かれているわけですよね。そしてですね、それはですねこの男女の水平の交わりのですね、本当に、愛し合う二人の次元の深い領域ですけども、同時にですねそれを垂直にまあ類比すればですね、私たちと神様ね、私たちとイエス・キリストとのですねこの深い臨在のですね、この交わり、楽しみ喜びね、修復の臨在というかね、そういうまあ領域に私たちをまあ連れて行ってくれるというね、まあそういうまあの領域がですね、これからですね8章までにかけてね、このいろんな角度からまあ描かれているということですよね。本当に私たちはこの信仰というものがですね、このそういう面で非常にまあ全存在的なものであるということをね、この画家から教えられると思いますね。キリスト教の初期にはですね、まあギリシャ哲学なんかの影響でですね、精神は善であるね、しかしまあ肉体的なものはですねこの悪しき傾向を持っているということでね、非常にまあそういう性欲を含めですね、食欲とかですね、いろいろですね、そういう健全な欲望までですね、欲までこの抑圧してね、それ抑圧することがまいた清いことだというね、そういうまあ考え方が結構まあキリスト教会の中にもあるわけですけれども、しかしまあ私たちはですね、創世記の文脈からですね、画家の解き明かしを聞き、そして新約のですね、このエペソ書のですね、このキリストとね、教会のことである、一心同体となるね、
そういう、まあ言ったら神様と一つにねされていく臨在の世界が、そして黙示録にはですね、この子羊の子院、花嫁となるんだというね、そういうまあ領域がね、そういうまあ全体の文脈からですね、この画家を通してね、男女の性愛というものに光を当てるとですね、そこにもですね、私たちが神様の至福の領域をですね耕すこの鍵がですね、隠されている。私たちが人間のまた男女の性愛をどう見るかということがね、私たちの福音理解、こう信仰の生涯ね、そして、夫婦や家庭の理解、そういうことにですね非常に深い何かこう関係があるというですね、私たちはその面でね、福音理解をですねギリシャ的な考え方で狭くしていないだろうか、間違って禁欲的に考える法住もいけませんけどもですね、間違った禁欲もパウロは戒めてるわけですよね。まあそういう面でこのまあ画家がね、照らし出しているそういう人間の男女のセクシャリティの領域、その繁栄としての神とキリストとクリスチャンの至福の領域、そしてその領域がですねさらにまた社会に、私たちの男女の現在の問題にですね光が当てられ直してね、もう一度何かこう、私はですねまあ慰安婦問題なんかのことにもですね、もう一度何かこう新しい光を当て直すですね、何かこう光をまあ感じるわけですよね。まあまあ今日まあ安保法制とかですね、慰安婦問題とか、あるいはこの河野談話、村山談話の後安倍談話はどないなっていくのかというね、そういうことも含めてね、まあその全体の中でですね、私たちはまあ慰安婦の人たちの苦しみ、負った苦しみをもですね、この思い馳せながらですね、この問題をですね、まあ、考えていきたいというかね、まあそう思うんですね。まあ今日は導入的な解説といいますか、解き明かしが多かったと思いますけども、画家を通してね、神様の創世記で語られているですね、深い真理をねのまあ解き明かしをですね、この見せられていきたいと思いますね。それでは、お祈りの時を申し上げます。